皆さん、じゃあおしりみょうちです。ドラクです。ということで、今回は、ユーフットボール2022アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、ネイマールよりも強い通常選手があるぞということで。ネイマールがね、通常選手もいるし、まあ、レジェンダリーもいるっていう感じで、レジェンダリーもちょっと、まあ、どっちもいるんですけど、まあ、とりあえずね、そのネイマールより、まあ、左ウィングで使った場合に、このビニシウス・ジュニオールの方が今は強いと思ってると。何がさ、ネイマールより圧倒的に強いか。ビニシウスってスピードが88あって、ネイマールって育てても結構スピード上げても80とかなんですよね。ここのやっぱりスピードが圧倒的にビニシウスの方が高いんで、まず単純にビニシウスの方が縦に行く力とか前の推進力、足の速さっていうのが圧倒的なんで、でドリブルもこれだけ数値高いから、トップスピードの加速時の速さっていうのがビニシウスのがある。でネイマールとビニシウスがすごい似てるのが、お互いですね、特殊ダブルタッチできるんですよね。足の中でペペンみたいな。でこれがね、まあネイマールも使われている理由で、やっぱり普通のダブルタッチよりも速いから相手に捕まりにくいと。ビニシウスさらにネイマールより1個勝ってるのがですね、なんとスルーパスを持ってる。パス数値こそ67とかこんなもんなんですけれども、ビニシウスの場合ってイブラヒモビッチとかの動画でも出てきたんですけど、ここで受けて足裏でペペンってやった時に、味方がこう走ってる時にスルーパス出すっていうのが、しっかりそこに対してね、チャンスメイクもしていけるっていうのがあるんで、今作これ数値もね、見比べてみればわかるんですけど、ネイマールの方がグランダーパスとかフライパスってのは確かに高いんだけど、ドリブルとかボールコントロールっていうのはほぼ一緒だし、でその中でやっぱりスピードがこれだけぶち上がってて、で今までビニシウスはね、ウィレ時代コンディションの5とか4とかですごい低かったんですよ。今回見てください、コンディションの波が小さいなんで、20試合ぐらい使ったんですけど1回不調引いたぐらいですね。だからずっと調子もいいということで、これライブアップで今この C 環境でもウィングだったら多分今現環境でナンバーワンなんじゃないかなと思います。左ウィング真ん中のフォワードだったら、まあおもち TV 的にはそんなにスピード瞬発いらないかなっていうのあるんですけど、唯一スピードが欲しいなと思うところがこのウィングなんですよね、はい、ウィングが、まあ、ネイマール使う時に前に押し上げる力っていうのは、そのネイマールメッシってあんまなくて、はい、前にぶち抜くみたいな感じのがビニシウス・ジュニオールの方が圧倒的にすごい変化、やっぱりものすごい縦に抜けるなっていう感じがあって、まあウィングで使うんだったら、まあ総合的に考えるとこっちかなと。あんまり決定力別にそんな高くないんだけど、かなり決めるよ。まあまあ決めるんだよね。80あるからマジで決めるから。まあね、プレー集がね結構5分ぐらいでビニシウスのドリブル集みたいになってるんで、ちょっとそれ見てもらえれば、ね、かなり説得力あると思うんで、ちょっとプレー集ね見ていきましょう。はい、ということでね、ビニシウスのプレー集ということで、この辺のね、細かいところ、まあこれね、今ね、ドローオープンみたいな感じでかわしたんですけど、なんかね、スワイプするとなんか出ます、エラシコとか、適当に。で、このトラップね、トラップからね、打つまでも、やっぱものすごい速いんで、今回のビニシウスはね、やっぱりね、ウィレ時代と一味違うなっていうのは、めちゃくちゃビンビンに感じるんですけど、これ打ってって、この跳ね返り、一回落として、ここビニシウス、ここで一回、1回、2回、ドーンってね、これさ、えぐない？キュッキュいってるね。そう、これ2回キュッキュッキュッて、しかも左右左右みたいな。で今作って結構間合いが大事なんですよ、あの、相手ディフェンダーとの。で環境も大事じゃん。だからまあ足の裏っていうのはもちろん強いんですけど、まだ出てきますけど、結構ね、あのスピードに乗ってダウンして、スピードに乗ってダウンしてっていうのが結構重要です。でこっから出てくる。であのオフェンスエースが結構高い、80ぐらい乗せてるんで、あのめちゃめちゃいいね、中からグッて走ってくるんで、そこに合わせてパス出してあげるとかなりいいですね。さあここもカカからビニシウスですね。ここ1対1。さあここシーザーズ入れて、この加速見てほしいんだよね。シーザーズ入れて中に一気にグンって、で一歩早いね、やっぱガンってこんか、これね、ほんとで、これプッシュあるね。ここ縦、この推進力あるからな、一気にグングングン来て、一回シューキャンして、これ惜しかったですね。ただこれね、この後ね、この伏線回収じゃないですけどね、同じような感じでね、今度は成功するので見てほしいですね。あそこまで入っていけてるっていうのはいいですね。でこれインサイドレシーバーなんで、あと基本的に中に入ってくるんで結構浮いてますこのインサイドレシーバー強いね、この先。やっぱりインサイドレシーバーでも発動しないでしょ、ウィングで。え、しないの、左ウィングって。え、マジで。確かそうじゃん、左ハーフじゃん。あ、そうなの、だから純粋に多分ビニシウスのオフェンス系の能力が、まあ、高いから、オフェンスセンスが高いからっていうところでいい感じになってる。ここ細かいね、これね、これさっきのミスを帳消しにするような、これね、これね、あのなんつうの、トップダッシュ入れてちょっと抜いてるでしょ、でこう相手との前測ってるんですよ。でちょっとこっちに傾けてダブルタッチからのこっち、これで2枚ね、思いっきりかわして、すんげえ伸びたね。でも最後なんかね、ただパスがね、やっぱいいんですよね。グランドパス67なんですけど、そんな気にならないかな。この中央2回入れて、もう1回入れて、もう1回シザース、中に入っていって、ちょっと1回ここキュッと回って、あとはもうこう出してあげるね、出してあげる。これね、
ちょっとここご愛嬌だな。これじゃ決めてほしかったですね。ネイマールだと決めるかも。そうっていうのもあります。まあただやっぱり、まあ、ネイマールもあれができないわけじゃないんだけど、うん、総合的なところを考えるとやっぱ縦のね抜くときが突破力はえぐいよ。ちょっとね縦の選択肢がねネイマールだとねワンチャン相手に引っかかるんですよね。そうそうそう。ここも一回ちょっと前スローでダメだけどロベカルとねビニシウスのこのブラジル人コンビでいい感じで抜けてたの今。さあ崩していきたいところ相手引きつけてカッカーここビニシウスエラシコ一回入れるでこうロベカルシューキャンからのビニちゃんそこをちょっと入れてここまだ出さないシューキャン入れてヒールですね、うん、でここもネドネドとこれもう2人でねこのロベカルとこのねビニシウスで崩すこれ結構理想的なゴールで新旧ブラジルコンビそうここね、まあ、シューキャンとか、まあこの特殊ダブルタッチってところうまく使ったところでここも特殊入れて1回ターンしてここでもう1回シューキャン入れるとでこのビニシウスヒールトリックでこういうネドベイトがね入れるということでまああのビニシウスの場合ってもちろんチョップタッチも強いんですけどあのチョップタッチと、ダブルタッチ、うん、これの組み合わせがねかなり強いですねここめっちゃ速いよここねトラピーですねこの速いこのさタンターンっていうこのスッとこうねこれがスピード入ってくるウィングには欲しいんだよな唯一ウィレ感じんのよちょっとあのウィレの時の速い動きあるじゃん、うん、なんかイフトって重いじゃん選手ただなんか唯一あのちょっとウィレ自体を感じるみたいなシュート入るからねそうでポカスが入る意外とシュートはねサラーとかもね左強いんだけどでも特殊じゃないんだよね特殊持っててスルーパス持っててここまで性能が高い選手っていうのは珍しいこれイブラの時見せましたけどヒールでここ受けた時ももうワンタワンもうワンセットパンこれで入って入るんで普通にただ決定力はねやっぱ80話のストーンがいいんじゃないかなって思うね、うん、俺は個人的にですけどねこれはさあここも1対11回特殊入れてもう相手突っ込めなくなるんですよね、うん、これも今のもね要は行こうかなみたいな感じ持ったらスルーパス出してイブラ走ってきてみたいなそういうのを作ってせるさあここも1回特殊入れてあげてもう剥がすこれがまあねあの味方を生かす上ではまあ必須パターンというか典型的な、うん、あのパターンなのでこれもねめっちゃ速い見てほしいこれすっげえ速いからこっからまあこれこう中までグングングンってこうやっぱこれがウイングの醍醐味というかねそうそうそうまあそうやってくれるとありがたい感じで、はい、だこれがやっぱ前の推進力が欲しい理由なんだよねそうそうそうここも一回出してもう右前のピッチに出してあげるイブラが走ってきて左で打つと最後はビニシウスがこの裏の抜け出しためっちゃいい裏の抜け出しねキーパッド1対1を特殊で抜いて決めていくということですね、まあ、ウイングも今現状現時点でウィングだと、まあ、ビニシウス順のがナンバーワンかなと本当に1個ね参考程度に、はい、試してみてほしいなというふうに思いますこの動画役に立った参考になったよという方はですねぜひチャンネル登録高評価で応援していただけると嬉しいですとしゃーさらっぽー